こんばんは。かわいいだるま、お疲れ、ハートありがとう。こんばんは、中村舞です。かわいい、尊い、ありがとう。めっちゃ疲れて爆睡してた。こんばんは。じゃじゃん。ありがとう。寝起き。髪型。じゃん。ねじり派普通。してありがとう。めっちゃギフトありがとうございます。そう、今日は一人部屋です。やばい、爆睡してたの。さっき起きてゆっくり。明日幕張行くよ。明日、皆さん幕張で会いましょう。明日リリーベの時間に雨やみそうでよかった。ね、なんか聞くところによると天気があんまり良くないかもというのを聞いてね。そう、雨がね降らないことを祈ります。ありがとね、ギフト。寒いんだね。みんな暖かくして、はい、集合です。あ、なんか明日行くところはなんか多分屋外で寒いって聞いたので、まあ、ありがとう。そう、なんかちょっと外っぽいところ、うん、そうなんです。今日、そう、ありがとうございました、お話し会。屋根はある。なんか屋根は多分あるっぽいけど、そう、やばい、めっちゃ今思考停止がしてます。眠すぎて、すいません、何喋ってるかわからんくなって。なるほど、猫ありがとう。猫もありがとう。ちょっと暑い、目が赤い、嘘、うん、寝ちゃってて、すいません、本当に。29度。いや、今日はなんか調節難しい系の
エアコンなんですよ。なんかはいみたいな、ローみたいな。なんかそう、何度とかの設定がないやつ。入ってねえよ。いやね、風呂に入る元気がない。元気がないよ。ありがとう、めっちゃ楽しかった。ありがとう。次は広島で会いましょう。広島のお話し会で2月に。したいや、いやどうしよう、どうしよっかなって思ってます。朝配信するかしないか。まあどうにかこうにかします。気分でもいいよ。ありがとう。まだメイクしてます。ホテル着いてで、もう急いでたこ焼きを温めに行って、たこ焼き食べて、で爆睡して、起きて今たこ焼き食べてました。551もあります。551は朝ごはん、朝ごはんにのっけてる、取ってあります。そう、おやめな、みんなごめんね。ねえ、あくび助かる。いやいや、いや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 。寝ます、おやすみなさい。寝るな、私よりも先に寝るな、起きろ。寝るな寝るな、おい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 、私のコメント欄に寝ます、おやすみなさいって。なんだぞ、今こんなに眠いってのに先に寝るだと。寝かせてください、おやすみなさい。眠い、そうだよね、眠いよね。私もさ、もう帰ってさ、すぐ配信したらいいのにさ、もうまずさ
とりあえずさ食欲を満たさないといけなくってさ食欲が来たら今度あの睡眠欲でいつもこうなります。本当になんかあの反省しようかなって思います。やったー反省ゼロ。マイキューも飲んでください。お言葉に甘えて。なんかすごいね、肩こりがすごいんですよ。そうマジで触ってみてほしい。ちょっと無理だけど、マジ肩こり、何かな、移動が多いと。お風呂え使われますよ。じゃあのホテルのお風呂は浸かる派の人なので。でもユニットバスの入浴方法むずい、マジ。何が難しいか、なんかシャンプー流したやつとか、お湯使ってたらさ、まあ、なんかどのタイミングで洗えばいいかとか、なんか分からん。ユニットバスの正式な入り方よく分かってないよね自分。どうやって入るのが正解なんかよく分からんくてさ、お湯少し張って一回みたいに使うのやつに、そう私の使い方ですね。あのお湯節約方法。りえちゃんが一緒に写真撮れて喜んでた。なんかね今日は3期生といっぱい写真撮ったんですよ。そう嬉しかったです。感想があのねもう本当に語彙力ありませんが嬉しかったです。今日は3期生といっぱい写真を撮って嬉しかったです。りっちゃん、撮った。ひさこちゃんも撮ったし、清水りさこちゃんも撮ったし、
長谷川ノアちゃんとか、あと浜田ひびきちゃんとか、あと、あ、そう、あの荒井リアちゃん、そうか、あと井出かなうちゃんそう、なんか井出かなうちゃんがなんかあのゾンビの話であの声をかけてくれたんですよ。なんかあのゾンビ好きなんですかみたいな感じで、なんかゾンビつながりで、そうで、なんかゾンビ私も好きですみたいな、でいいよねゾンビみたいな感じでゾンビトークして、そうなんかゾンビの映画いっぱい見てますみたいな話して、そうゾンビ語り合う、そう友達なんかね、ゾンビのねモノマネが得意らしいんだけどね、ちょっとね今日は見れなかったんですよ。なんでなんか今度ゾンビのモノマネやってよって言ったら、いいですよって、じゃあマイケルさんもやってくださいねって、一緒にやりましょうみたいな、2人でゾンビのモノマネしたらもう何が楽しいのかを2人でカカカカ言って、誰かに見せない、お披露目2人だけだとちょっと、出たら間に合った、動画でね。でもなんかねゾンビのモノマネね、本当になんかリアルに頑張ってしまうとね、本当にもう可愛さが一個もなくなるんですよ。なんか怖い怖いし可愛くないみたいな。そうね、それだけが困りますね。やっぱ可愛さ大事なんで。ありがとう。リネタもゾンビ、いやちょっとやばい、ゾンビ部できるかも。 STU STU ゾンビ部、ゾンビ活動始めようかなって思います。部員さんに勝手にリネタも入れた。どこかで可愛さが出る、いやこれがね一個も出ないんですね、もう本当に。ありがとう。57分、あ、これ時計合ってんのかな、58分今ちょっと秒数まで出んけど、おやすみ、明日幕張で会おうね。
ありがとう。アップルウォッチ、アップルウォッチで充電切った。あの充電器持ってないけんさ、できる限り充電を減らさないようにすぐに充電切った。ちょっと誕生日サンキュー。青い鳥さん、アウディさん、福太郎さん、ピロミンさん、きなぺこさん、もとまちさん、東京のスワンさん、くまねパパさん、いずきちさん、ぼんちゃんさん、ハイリンゴさん、トールさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。そう、充電結構食うんだよね、アプローチ。あ、59分、おやすみ、おやすみ、また明日だよ。幕張でみんなお疲れ、今日も一日ありがとう。こんな感じすいません、また明日。おやすみなさいませ。あー、いっぱいありがとう。またね、てん。ふん。おやー。